演舞開演。どうも、本日はこちら杉本のデリカハムを食べてみたいと思います。杉本のハムもいよいよこれでラスト。なんか寂しいですね。いっぱい美味しい気持ちを味わわせてもらっただけに。でも最後までしっかり味わい尽くしたいと思います。ではいつも通り、もうこれも慣れてきましたね。遅いけど、最後はちょっと外側が分厚いような印象がありますね。断面図はこちらです。ではいただきます。この程よい歯ごたえもいいですね。やっぱり硬く思った通り、外側がちょっと厚めで歯ごたえがあり、それを噛みしめると肉の旨味がじゅわっと広がってきます。固めにすることであえてその旨味を感じられるようにしているのかもしれませんね。なのでこちらの点数とさせていただきます。杉本さん、本当にありがとうございました。またどこかで会える日を祈っています。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。